やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。というわけで、うわー楽しみだね。行ったことないっていうのは毎回言ってたんだけど、今までは接客イベントだったんだけど、今日も接客はあるんだけど、その舞台みたいのがあって、そこで感激するみたいなフェーズが存在する。一足先なのかどうなんだろうな。みんなもうスクリームガーデンへようこそ。いる。てかもう明日って宣伝したのにもう話しちゃってるじゃん俺たち。よく来たね人間ども。スタミと言います。お願いします。はい、じゃあね、今日は俺らの宴に楽しんでもらうために、まずは俺らの今日は眷属になってもらうから、これなるほど。これに俺は今日なるんだな。あ、変わったのか。俺みんなこれになってんのか。かわいい。焦らずゆっくり楽しんでてな。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ファミ通の記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今回急に。お会いできて光栄です。ありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそお呼びいただきありがとうございます。まだわかんないけど。今回ニックもお呼びしました。ニック。ニック、今日申し訳ないけどさ、そうなんだよ、お前アバター変わるらしいから。ニックごめんな、これルールらしいんだよ。ニック人間も宇宙人も関係ないからな、今日はもう俺らの剣術になってもらって。全く誰が誰だか本当に分かりませんが。ニック分かりやすいなお前。わかりやすいなお前。そんな激しいっすか。ハイテンションボーイ、ハイテンションのやつもう一人いるやん。テンションやばいな。 VR 楽しんでるな。こんな剣族多分殺されると思うんだけどな、主人がいたから。お前うるせえついて消し飛ばされるでしょ。これがスタミさんね、VR のやつ届いた、あのヘッドセット部分のやつ。あ、届きました。な、マジでいいでしょあれ、バランスが。いや、ちょっと正直舐めてた。そんな変わんないだろみたいな。ちょっと待って、なんで舐めてた。マジありがとう。それで嘘つきかな思って。なんでだよ。ちょっと最近知り合ったばっかだろ。ごめんごめんごめん。今スタミさん配信してるだよね。今俺は配信してる。でコメントがさ、上に出るよって話したじゃん。ああ、だから今上見てんのね。そう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 。目合わせて話せられない人とかじゃなくて上見てんで。だけど、そうなの、よかった。びっくりした。急にコミッションになるじゃんって。ベース舐めてるな。嘘だって。冗談か。仲良くしよう。仲良くしよう。仲良くしよう。アクトー、お、スタミさんじゃん。よろしく、今日は楽しんでいきましょう。ああ、楽しもう楽しもう楽しもう。初めて来た。どうぞ闇の一族。お前こんなとこでも酒飲むなって。剣族が酒飲んじゃダメなの。ダメなんだ、身のほどわきまえろ。アクトーコントローラーが勝手に続々と揃ってみました。確かイギリスの国際映画祭の VR 部門っていうのがあるんですけど、それ今年確かノミネートされた確かイベントだったと思うんですけど、これそうなの。いろんなイベントのリクエントレンドと飲んだりとかしてますね。かわいい。そうね、そうね。あ、言ってないです、すいません。あるじ様、俺そのな、可愛いって言われるの大嫌いなんだ。どうも申し訳ございません。そうなんです。分かったな。いいか、絶対言うなよ。絶対だからな。可愛いなんて絶対いません。ずっとずっとさっきからの可愛いって言ってました。ずっと可愛いって言ってました。彼なんだと言ってないです。言ってないです。やめろやめろ。言ってないです。言ってません。僕は全く言ってません。本当か。はい、言ってません。まあいっか。初めて来た冷たいだからな。ゴミ見てやろう。やれってやるんだって。おいしいごはん、お待たせしました。あ、来ました。
ようこそスクリームガーデンへ、皆さんアバター変更の方ねご協力ありがとうございます。みんなとっても可愛いので安心してください。それじゃあイベントの前に注意事項とお願い事の説明の方からしていきたいと思います。ネームプレートですね、非表示を推奨しています。こちらオフにしてください。はい、できました。大丈夫そうです。大丈夫です。大丈夫です。よし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 。はい、ありがとうございます。次ですね、うちのねステージはあの何かと派手なのでステージギリギリにいると何か飛んでくることがあるかもしれません。もしねうちの一族たちが危ないから下がってみたいな感じで言われた時はあの一族の指示に従って下がるようにしてください。怪我をしますからね、お願いします。はい、それから、私たちこう一族の姿を正しく表示してもらうためにあのショーアバターっていうのをしてもらいたいのでやり方を今説明しておきます。まずまあ、私か、まあ、どなたでもいいんですけど、あそこの藤森とかでもいいんですが、メニューを開いた状態でビームを当ててみてください。ニックお前何持ってんだ。ニックお前すげえなお前。なんお前なんでこんな持ってんだお前。ニック用意しといたのか。イモジイモジ。ということで、はい、いっぱい設定いただいてありがとうございました。ここは、私たち闇の一族が支配するハロウィンの世界になっています。いつもね私たちはこう宴を開いているんだけど、お父様の機嫌がいい時は、まあ、こうやってね迷い込んだ人間たちをお庭に入れてあげてます。で、お父様っていうのがおこれ、おじゃん、おはい、おかっこいい、はい、お父様です。私たちはハロウィンの世界の住人なので、ちなみにねあのクリスマスっていうやつが嫌いなんです。嫌いなの。おみんなはあのクリスマスとハロウィンだったらどっちが好きですか。ハロウィンですよね。ススはい、返事。クリスマス。ハロウィンです。ハロウィンですね。はい、よろしい、よくできました。一緒にねハロウィンの方をしていきましょうね。追い出されるぞ。うちの一族は基本的には友好的なんですけれども、一人だけ気をつけてほしいやつがいるんですよ。というのがこれ、これ見てこれ。分家の死神のグリムっていうやつがいるんですよ。グリム、ね、グリムな。私にはめちゃくちゃ暴言吐いたりするし。あれ？あれな。おお！リルダー！リルダー！いや、ちょっと。逃げて逃げて。何を言ってんだ。今日がこの宴に参加するという人間、いや、サルども。最初に言っておく。貴様らのことなんてどうでっていい。これは悪いやつですね。これは悪いやつですね。俺様はこの宴が好かん。そして、この館もある。バイル。お父様せっかくだこの宴を台無しにしてやろうか。いやーダメ、もう怖い、やめて、もう違う、ダメ。なんで怖がらせ。それは困ります。本当に怖いんだから。これは悪者だ、これは悪者だ。中出てきた。おおおお、お父様、刺さる。お父さん、どうしたの。ちょっと別人？ご挨拶しようと思いまして。何それ、何じゃん。めっちゃペコペコしてる。すいません、ちょっと引き止めてしまって。めっちゃペコ走ってる。何それ。これだから分家は。パパかっこいい。本当ですよ、もっと言ってお父様。ヘコヘコしてるんじゃん。すいません、そう言われてしまうと。私ね、もうさ、もう我が味を耐えてしまいます。俺なんでだ、なんでだ、なんでだ。全然違う。味を知れ。あやめと喧嘩にでもなったら、本家の我々と違って分家の君はそんなに強くないんだ。怪我をしてしまう。それは重々承知しております。身分をわきまえておりますので。では、速やかに彼らを案内するように。君たちも早く楽しみたいだろう。楽しみたい。行きたいです。行きたい。君たちを屋敷の庭で待っているぞ。早い。ああ、早い。
父様の前でだけあんなペコペコ、はい、もう奴はいなくなった怖い全然違う全然違うやばい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 くるくるすんな誰だよヘラヘラヘラくるくるすんな反抗期ちょっとなんか心折れたみたいになってるけどでは行きましょうか。はい、行けますのでお進みください。行ってきまーす。行ってきまーす。坂塩ゆず四層客人我らが庭へ続々来るものだね。ようこそ我らが庭スクリームガーデンへ。すごい、すげえ。今日はいつもよりたくさんの客人がいて、すごい、やっばい。では立ち話もなんだからね、早速私についてきてくれたまえ。はい、迷わぬようにね。はい、すげえな、すげえな、これはこれはすげえな、これはすげえな、おじいさん、これはすげえぞ。ちょっとお前初めてこれダメだって。テンション上がるな。さて、では自己紹介といこうじゃないか。私はこの一族の父、バイルだ。そして、バイル後ろに控えてるのが私の二人の息子。さあ、挨拶なさい。はじめまして、人間の皆様。ユーリって言います。で、昭和バター。ユーリさん。昭和バター。よろしくー。そして僕は闇の一族の四男坊のセシルって言います。お友達が欲しくてみんなよろしくね。よろしくよろしくよろしくお願いします。こんなに大勢のお客様の前で自己紹介できるなんて。今日は大勢お客様がいるからね、お父様の前で恥かかせるわけにもいかないし。なるほどな。子供の成長ってドキドキするんだけど、すげえ。いや、もうおっしゃる通りですね。もうセシルのいい自己紹介ぶりで、お兄ちゃん嬉しいわ、ほんまに。ちょっとやめてよ、兄さん。思ってもないこと言うのやめた方がいいよ。思ってるよ。俺セシルのことだって何よりも大事にしてるやん。兄さんはすぐ調子のいいこと言うな。この前もなんだっけ、女の子何人か連れてきたよね、お屋敷に。ほら、ああ、確かに。わかる。セシル？バラされてる弟だな。違う、ちゃう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 、違う。いや、もうね、やっぱり人間のみんなが大好きやから、おもてなしをしてるんだよ。騙されちゃダメだよ、みんな。人間の女の子が好きなんだよ、兄さん。ちょっと今回あんまいねえなぁ。残念ながら。思えないほど、お調子者な部分があるからね。そんな先ほどさっき自己紹介ちゃんとしたでしょ、お父様。まあ確かに。立派には育ったんだが、私としてはもう少し強靭に育ってほしかったね。人間的に好きやし、なあ、もう女の子可愛い。あ、それはちゃうか。まあ違うけど。言って待ってるさ。言って待ってるさ。遊んでばっかで、修行もサボるんですよ、この兄さん。この前も魔法の英雄に付き合ってくれるって言ってたのに、すっぽかして女の子と、どこだっけ、あそこ。なんとかランド忘れちゃった。ちょっと待って、セシール？セシール？兄さんの部屋にあったんだからね。そうですよ、人間界にバカ遊びに行って。そんなんだからユーリはこんな立派な毛が生えてこないんだぞ。俺それちょっと違うと思う。人間毛は生えてないけど、でもなんか見た目は違う。もう少し毛深い方が彼には似合うと思うよな。そう思いますね、お父様。人間界になんか毛生やす場所あったよね。そんな場所があるのか。そんな場所があるのか、人間界では。それここで喋っていいの？なんか変な話じゃないよね。君たちは何？俺の家族だよね。もうちょっと俺にいい感じになんかね、だって今日来る人たちみんな大体初めての人やで。
ここでほらね、俺らの家族の紹介してるやん。仲間割れしないで、仲間割れしないで。そうですね、親子仲良く。仲はいいんだけどね、お互いちょっと我が強いもんだから、あ、我が強いじゃない、個性が強いもんだから、いいんだよね。分かって、分かってやってるやつだ、これ、分かってやってる。なんか気に入ったね、まあなんか今日、剣族いっぱい来てくれるけど、気に入った剣族だって勝手に連れて帰るよ。違うよ。あ、似た者同士なんだ。あ、そうか、兄弟やっぱりね、家族だからね。しょうがないね。ただ、お父さんいいんですか、パーティーに来たみんなに。あ、とはいえね、このセシルは引っ込み思案で今まで友達があんまりいなかった。だから君たちもよかったらセシルと友達になってあげてくれないかい。わかりました。ぜひ。よかったよ、セシル友達いっぱいできるよ。セシルと仲良くなった後はな、君たちが死んだ後もずっと友達でいてくれるぞ。なんかなりたくなさそうなんですけど、大丈夫ですかね。なんか、なんかその、いや、そうなりたいんだけど、ちょっとその元気すぎるっていうか。拒否られてるんだけど。最近の言葉で拒否られてる。わかった、父さん、みんなぬいぐるみに変えちゃえばいいんだよ。やめてください、やめてください、やめてください。そういえば、あやめから聞いたかもしれないが、確か君たちの言葉で小アバターというんだったかな。我々の姿がちゃんと見えるように、はい、設定はちゃんとできているかな。できました。あ、はい、さすが。あれ、よしよし、聡明なものだ。それだな。私たちの他にも別の家族が君たちの前に来るから、その家族たちも見えるようにショーアバターしてくれたまえ。はい、はーい、はーい。他にも魅力的なものがたくさんいるからね。では私たちはこの場でちょっと失礼させてもらおうか。大丈夫か。はい、そうですね、父さん、じゃあお話ししてくれてありがとう、みんな。ありがとう、ありがとう、またね。またね。お父さん、俺たくさんイベント来てるけど、すごいのに来ちゃってる。今日のちょっとすごいのに来ちゃってる。すごい、赤すぎて。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ここは来た。説明を受けてたから、私たちがここにいるからには何をすればいいかわかるな。あ、はい、はーい、はーい、はーい。ショーアバター、ちょっと首跳ねてほしいな。跳ねたくなかった。ちょっとわからないって言ってみようか。いきなり拷問の話をすな。あれ、ツッコミだって。ちょっとツッコミしてくれ。そういう話を客の前でするな。とりあえずな、ショーアバターしてくれよな。また後で来るからよ、そこで待ってな。また後で。はーい、はーい、お邪魔しまーす。さあ、今私たちがついてきたこちらの子もシャワーバターをお願いします。あ、これもシャワーバター。へぇ、はい、うわー、なんだ。お願いしますね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、はい、僕は見習い役のマキアンです。みんなの夢を食べちゃう夢食いバトルよ。まあでも何もしない限りは食べないから安心してね。はい、では改めまして、私インキュバスのマクローと申します。ね、キャンちゃんと一緒でね、私も夢食べさせていただくんですよ。ですので、ほら、全く一緒でございます。楽しい夢、快楽の夢、ぜひともね、皆様に見ていただきまして、今宵ね、あなた様の夢のところにお邪魔させていただけたらと思います。この世界サキバス多いんですけど、少ないね、希少種、ぜひとも覚えて帰ってください。はい、ありがとうございます。わかりました。一緒ですね、僕は。ありがとうございます。一緒。すごすぎ。これすごいよ。これお父さんすごいの来ちゃってるからね。めちゃくちゃこれ来ちゃってる。はい、はい、あ、かわいいのがいる。かわいい、見せてる、かわいい、めちゃくちゃかわいい。おい、おいっつってる、おいっつってる。私の名はアイム。このおいみたちのおじにあたる存在、バイルの弟。おじさん、はい、この闇の一族の墓物にして寝たのです。よろしく。ヤッホー、ここの板金やってるセレミっています。よろしくね。わあ、すげえ、めっちゃ動く。フルトランだと思う。かわいい。セレ様は強くて怖くてかっこいいかぐや様だ。お前たち覚えとけよ。今日はよろしくな。
かわいい、かわいい、かわいい、やばい、やばい、やばい、嘘です、嘘です、嘘です。カグヤちょっと可愛いと言ってしまうから反応させてください。お前たちは全員我々の姿が見えている。はい、見えてます、見えてます。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。あ、悪いやつ来た、ふわっとしちゃったけど、グリムだ。一族のね、やること分かりますか。アバターの表示、ここの3人のアバター。はい、はい、忘れずになった。はい、よろしく。できてまーす。できてまーす。左からフェイド兄さん、ヤマミー、そしてグリム、有名人グリム。はい、わかりました。かっちょいい。フェイド兄さんはとっても強い僕の兄さんで、ね、そうだよね、長い間修行に行ってた。あそこの山の一つや二つぐらい簡単にこうでしょ。まあ、ほらほらほら、強くない？人間界でそれで強いわ。強いないです。いないです。ほら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 、今闇に飲まれそうになった。やめやめ、飲まれそうになったか。怖い怖い怖い。もしやグリム。びっくりして心臓止まるところだったよ。心臓そういえば俺あったっけ？どうだった？本当に止めてやろう。兄さんに聞いたって。すごい不機嫌じゃん。どうしたのグリム？俺の名前を気安く呼ぶな。あ、すいません。怒られてますよ。怒られてますよ。怒られた。怒られちゃった。すいません。グリム、楽しみにしてるぞ。覚えたぞ。無事に出れるといいな、この宴。かっこいいな。もう行っちゃった、行っちゃった。もう行っちゃった。行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。早い、早い。行っちゃった。感じで喜んでると思うんだけど、あれ、照れ隠しだよ、きっと。照れ隠しか。照れ隠しか、なんだ。かわいいやつな。そんなね、わけで。ツンデレみたいな風に言うんだろう。いやー、そう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 。そうそう、ツンデレって。ベルニーさん、ちょっと待って。あれ、本当に修行してた？なんかめっちゃ人間界のこと詳しくない？なんで？なんで僕より詳しいの？1000年以上旅してたらな。人間のこともなく。なるほどね。人間界の詳しいことをちょっと聞き教えてよってね、逆にね、みんなから何か、なんかみんなの知ってる、こういうのを知ってるみたいなの。クリスマスって知ってますか？クリスマスだって。お前死んだな。よくなかった。俺とか山見以外に言うなそれ。分かった。我々闇の一族はクリスマスを大の敵だと。今日入り口にさ、赤い帽子転がってるのとか見なかった？あったあったあった。あれ、まさか。え、嘘だろ。そのまさか。そういうことか。来てる？そういうこと。やっちまったのか。帰ってきた。帰ってきた。帰ってきた。ツンデレだな、やっぱ。修行ってのは何してたんですか？いや、本当にいろんなことしてたぜ。あ、そうだ。人間の強いやつかも。一応、なんか、手合わせとか？え？マジ？うわっ！うわっ！うわっ！やばい、やばい、やばい！おー、すごい、すごい、すごい！雷か？なんだ？なんだ？なんだ？なんか、あれ？あ、なんか、雷が来てます。すごい。すごい。お待たせしましたー。皆さんお待たせしました。声聞こえてますか？皆さん真ん中の方に集まってください。はい、近くに来てください。近くですよ。はい、お待たせしました。やっと、うちのステージ見てもらいます。ありがとうございます。はい。それじゃあ、始めていきたいと思います。今日のね、パフォーマーさんを私、呼びに行ってくるので、後ろに一旦下がりますね。じゃあ皆さん、ステージ楽しんでください。どんな歌かな？じゃあ、行きます。はい。これだけ密集してると前だと見づらいか。あ、来た。
おや、迷い号です。今日はやけになんか随分と多いような。まあでもいい、これも何かの縁です。よろしければ少し私の思い出話を聞いていただけませんか。思い出話といってもあなた方にとっては明日の話かもしれないし、もっと遥か遠くの未来の話かもしれない。そんな思い出話です。うわ、みんな反抗期じゃねえんだ。霊界を滑る者、ムクロの支配者よ。なし、夜を旅する者、闇の盟友にして同伴者よ。冥界の掟のもと、我契約を結ばんとす。家を受け入れ、我と共に一族に滅びをもたらさん。すげえ、教育声で出ちゃう。タイミング良すぎでちょっと言ってること。なんて言ってたんだろう。確かかっこいい言葉をいっぱい言ってた。かわいい。お？お、オン。皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。まずは常日頃よりご支援いただいております闇の一族の皆様へ多大なる感謝を。さて、本日発表させていただきますのはこちら、カルマクラスターでございます。こちら、様々な種の魂を結晶化することで、従来は各魔法術式や契約など、己の魂を持って代償を支払うものをすべてこのカルマクラスターに代替させることが可能でございます。本日お持ちしたのは、子ネズミの魂の結晶でございますので、行使できるものは、この程度のものでございますが、もっと強大な魂を用いれば、より強大な呪文や契約の行使も。失礼、取り乱してしまいました。今後も闇の一族の皆様、またこの場にお集まりの皆様より多大なるご支援を頂戴できますと幸いでございます。それでは、これにてカルマクラスターの発表を終了させていただきます。ご興味がございましたら、個別にご質問を。父さんの支援案を聞いたときはびっくりしたが、確かになかなかのもんだな。にしてもあんな結晶はねえ。ひょえぇ！なんの音だ？ずいぶん楽しくやってるみたいだな、本家の皆様は。グリムハート、お前何しに来た？何よって、ずいぶんひどい言いようじゃないか。まあ強いて言うなら、貴様ら一族を根絶やしに来たというわけだ。ずいぶん大きく出るやん。お前、この時お父様、いや、俺すら倒されへんことを忘れてないか？ああ、以前までならなあ。
だが今の俺様は貴様らの悪夢そのもの、分家だなんだと俺様を虐げてきた報いを受ける時が来たろさ。今日この日が貴様ら一族の命日だ。まずい、みんなお客様方を守れ。あの王子にしてはめっちゃ強いやんか。お時間、二人ともさすがだ。ここは私に任せて、二人は家族のもとへ。真相実に美しい家族愛だ、本当に。はあ、ヘドが出る。ウリムハート、貴様の家族ごっこもこれでしまいだ。なんだと、アールスターディスティーナディーナ。なんだこの呪文は。ウールスターディスティーナディーナ。下がれ下がれ下がれ。うわーディーナディーナ。うわー、お前の仕業か、ウリムハート。さあ楽しめ。何をするつもりだ。ぼやぼやするな。さあ行くぞ。やいばなみか。この手を突くと思ったか。そこざいだ。次は私から行くぞ。すげえ。どうだ、浅いか。危ない。もう変えようか。中央に寄るんだ。みんな中央へ。中央、中央、中央、中央。はい、さあ、この弱点を知っている。なんだと。中央来てます。タグヤ、危ない。消し止め。この魔法は。あ、お父様が、お父様が。いや、下がっていなさい。おっと、お前を殺すのは最後だ。まずはお前の大事な家族を一人ずつ血祭りにあげてやる。クロムハート。お父様よ。お父様、サイド、ここは僕たちに任せて。お父様、あっちへ。すまない、ここは任せた。クリムハート、以前のやつならあんな魔法は使えなかったはず。大将のなしに一体どこであんな力を。あれ、あいつが持ってたのってもしかして、あの研究者と同じ大将を肩代わりさせてるってことか。なるほどな。ならあれをぶっ壊せば魔法は止まるはずだ。よし、俺があいつを引きつける。山宮を隙を見てあの結晶を破壊してくれ。わかった。やばいと思ったらでもすぐに引いてくれよ。心配するな。あー、兄弟だ、いいね。あー、実に愉快だ。貴様らが散々コケにしてきた奴に敗北する気分はどうだ。あー、バイルが倒れた今、貴様らがどうあがこうが終わりだ。よっくりめ、個体操な力を手に入れて態度だけはでかくなったみてえだな。とんだ死に急ぎがいたようだな。でも誰かの力を借りなきゃ俺たちにかなわないんだろ。だからお前は三流なんだよ。いいだろう。お前はここで死ね。おお、少しは耐えるようだな。面白い。
じゃあこれも止められるか。今はあ、なに当たった。なんだこれは。やったか。やめろ、俺に近づくな。やめろ。おあ、フリム食われた。無事か。なんともねえさ。それよりグリムはどこに行った。前に行け、前に行け。やめろ、敵はあいつらだ。俺の命令に従え。くそ。どうやら奴には罰は下るみたいだね。もう俺様を誰だと思ってる。この世界を滑る男だぞ。ふざけるな、こんな終わり俺様は認めない、認めないぞ。グリム、俺様はこのまま何も成し遂げられないままただただ消えていくのか。いやだ、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 いやだ。うわーすげー。あー、グリム、グリム、うん、好きだったのに。反抗期。とまあこんな感じの天末でね。いやゆっくりだ。いやおとなしく聞いてくれてありが。え、どうしてこんなことに。それはその時が来ればきっとわかりますよ。さてちゃんと聞いてくださったお礼にきちんとこのまま皆さん返して差し上げましょう。あ、大丈夫ですよ。所詮未来の話なんですから。たとえあなたたちが、どう彼らに伝えてしまおうが、変わることのないね。それでは、もう会う悲劇のないことを願って。誰？グリムはこれこの未来に行っちまうのか。あ、え、なんか遅いパフォーマーさんがいなくって、なんだろう、なんかパフォーマーさん来てないんだよね。遅刻かな。遅刻かもしれない。あやめ、そのことなんだが、どうやらパフォーマー今日頼んでいた銀融詩人が森の中で迷ってしまったみたいでね。え、森で迷ってる。これない。いやー、そうなんだ。いやー残念だ。今日は皆様のために、全身で4本のバイオリンを同時に弾く銀融詩人を用意していたんだがね。見たかった。見たかったよ、それ。いやー披露してあげられないのがとても残念だよ。ただ、せっかくこうやって集まってくれたんだからね、今日は私の息子、ヤマミーの曲を一曲披露してあげるというのはどうだろう。おお、賛成。それがいい、それがいい。お客さんたちね、まだ何も見れてないから、一曲だけでもね、見れたらね、その方がいいですよね。やったー。うんうん。うんうんうん。ただ、じゃあお兄様どこ？うんうんうん。見たかった。そう、みんなでね、ヤマミーを呼んであげてくれ。彼はシャイだからね、呼ばないと出てこないかもしれない。呼びましょう。お兄様、お兄様、どこですか。やっぱり
ワールド音量 100% にしてください。ワールド音量を 100% にしてください。100%。 鬼様の声聞こえるかな。鬼様喋って。喋らってない。静寂。聞こえないね。リシンクボタン聞こえないかも。スクリームガーデン聞こえてますか。じゃあ問題ないでしょ。何の掛け声なのか俺にもちょっとよくわかんないが、ちょっと呼ばれて嬉しくなっちゃって調子に乗っちゃったということで、それじゃあということで、じゃあ早速いきますか。スクリームガーデン、音楽のことなら僕に任せてくださいということで、曲はもちろん僕が作ったこのスクリームガーデンのオリジナルテーマソングだ。それじゃあ行きますよ。スクリームガーデン。わあ！闇の一族通路ガーデン、悪夢導く屋敷テラス、月夜の下影が嘲笑う。暗い森、見知らぬ世界、視線が心臓ドクドク高鳴り出すようこそ叫びだ。不気味な鐘鳴り響く遠吠え、こだますればいて尽くすべる音ない。秘密の思い楽のさ抑えず太鼓ぶつかり、闇の踊りで紡ぎかぼちゃにざまばれて迷い込むものよ今日運命。ゆらゆら揺れる心、ろうそくのようにか細くなる引き返す間もなく、あれ舞い上がる気持ち抑えられない。すげえ。赤く染まる食料画面で絵に偽り、花束手向けるたびに高らか喜びの渦、もみの木すべてを焼き尽くせ、明けに染めよ返り地で許すまじ絶望をくれよ。雷鳴強く響けば睨みつける悪魔が新たに生む魔法陣、禁忌のショー始まるよ。棺から漏れ出すコーラス、狂乱導く屋敷テラス、月夜の下かぼちゃ嘲笑う。深い森、見知らぬ世界、自然感じて心臓ドクドク高鳴り出す、まだまだ叫びな。続けて驚いたかい、吸えた屍の虫の歌い、かぼちゃにいざなばれて迷い込むもの、夜陰に酔え。ゆらゆら揺れる心、ほら舞い上がる気持ち抑えられない。ゆりかごでそっと捉え闇の魔力、引き込む美味しくなる呪文を鍋に思い打ち込めば出来上がる。不気味な鐘鳴り響く、いたずらに気をつけよ、赤く光る眼差しが秘密の門閉じてしまう。さよならいただきますよ、行方忘れて運命積むよ、かぼちゃにいざなわれて迷い込むもの、夜明けに染まれ心臓が止まる瞬間、静寂とともに闇に戻り、幻人知れず眠り始める、次の宴だって。すげえ。いやすげえ。楽しんでもらえたかな。イエイイエイイエイ。
これからもスクリームガーデンをよろしくね。それじゃあまた後でお会いしましょう。では、うわー、うわー、すっきりなっちゃうよ。すぐ浮気、まあ、だグリムはすごっ、あーすごかった、かっこよかったですね。みんな楽しんでもらいましたか。すごい。この後みんなで集合写真撮りたいと思います。皆さんね、そのままのお姿であっちの門の外の方に並んでください。じゃあ行きますよ。やだー。はーい、3、2、1、0。さて、賑やかな客人たちよ、本日のスクリームガーデンはどうだったかな。楽しめたかい？最高でした。すごかった、マジで。よかったよ。ドキドキした。それは嬉しいね。企画した甲斐があったというものだ。もし気に入ったのであればね、残ってくれても構わないぞ。ハンオケと墓はたくさん用意してあるからな。みんな残ります。いいのか？では最後に、我ら一族みんなで客人に感謝を伝えようじゃないか。それでは本日もご来園誠にありがとうございました。ありがとうございました。すごい、ありがとうございました。最高でした。スクリームガーデンプレゼンツのね、シアターショー、グリムの野望の方いかがだったでしょうか。これからもね、この庭でいろんな面白いことをやっていくので、またよかったら遊びに来てくださいね。お待ちしてます。今日も撮ってくださったお写真など感想をポストしていただけたら嬉しいです。タグの方がね、今回2つあって、いつもの VRC スクリームと、もう1つは VRC 庭っていうタグがあるので、よかったら両方つけてください。一族みんなで巡回してます。タグを使ってポストしてみてください。はい、ちなみに今日の帰り道はあちら、山見お兄様の家をご用意してますので、山見の家に行ってください。お家に行けるのか、山見に行けるのか。山見に行けるのか。これギミックやばすぎ、マジで。はぁ、すごすぎた。さあ、まあ、いやもう全然嬉しいんだけど、ね、もう間違いなく楽しくて最高の経験したけど、順番が違う。もう本当に素敵なショーを見終わった後の満足感が半端ないな。ありがとう、スタミナありがとう。よかったですよね。あやめさん、お疲れ様でした。はい、あ、こちらこそです。すいません、はい、長くなっちゃった。ありがとうございます。もう、いやでもなんか僕もめちゃめちゃ嬉しいです。このショーがなんかみんなに見てもらえたっていうのが。私もです。見てもらえてめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。で、今後もなんかイベントどんどん参加する予定であるんで、もう本当 VR チャットめちゃめちゃいろんなイベントあるので、ね、たくさん回ってみてください。すごい楽しいです。山田さんもたくさん企画してください。楽しいイベント楽しみにしてます。そうですね、ありがとうございます。ほっこりも来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。僕らの目線で見てたらやばかったよ。歌めっちゃ良かったです。やったー、褒められたー、やったぜ。ありがとうございます。もうそれでね、これでハロウィンを好きになってくれて、ここね、みんなにハロウィンはいいぞって言ってくれたら、もうバンバン剤ですよね、兄ちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。3、2、1、ファイヤー。そこはハロウィンじゃないんかってね。あ、やばい、大丈夫か、大丈夫か、あ、大丈夫か、大丈夫か、回線なかった、回線かな。あまり回線なくなった、ニックは。すいません。わあ、はい、何ですか。いろんな方が写真撮ってますね。はい、今日イベント初めてだ
ったんですけど、スタミさんがめっちゃあの資金見してくれて助かりました。本当ありがとうございました。どこつながりなんですかこれ、今日これ来たのは。どこつながり、ソフトバンクです。そういうところまで。これたくさんイベント回ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。またどっかで。じゃあすいません、ちょっと皆さんお会いしてお話ししたいと思うんですけど、ちょっとサクッと、はい、ファミ通でライターをしております、ひすいみずきと申します。後日ちょっとインタビューさせていただきたいんですけど、僕自身も VR チャット6000時間やってるようなプレイヤーで、もうずっと VR チャットを流行らせよう流行らせようっていろんなファミ通に記事書いたりとか、外に向けていろんな情報を発信してた中でスタミさんが来てくれて、もう今大盛り上がりなんで、もうめちゃくちゃ感謝してますっていうことを言って。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。ちなみに、スタミさんのスキンケアの情報を見て、僕もスキンケアしてます。あ、本当ですか。そっちの方も。はい。どうぞ続けてください。あ、もう VR スキンケア大事なんで。首の前あたり。すげえ。あれ、掴めんだよ。ここら辺掴んでもらったら。掴めと。うわぁ、すげえ。本当に。もういいよ、掃除しなくて大丈夫だよ。気使ってくれてありがとう。大丈夫だぞ、掃除しなくて。掃除しなくていいんだぞ、肉。肉、手すり折れてるから、これスプレー頼んでいい？スプレー頼んでいい、ここ。ここから。早い早い早い。ありがとう。ありがとう、ありがとう。助かるよ。ここにない？ないね。オッケー、完璧。早く来て。あ、消毒しないと。消毒しないと。はい。あ、ちゃんとね、親指もね、親指も綺麗にね、洗って、ね。あ、じゃあ隙間も、隙間もね、その隙間もやらないとね。確かにね。いやもうなんだろう、もうその状態だとどっちが喋ってるのかなみたいになる。乗ってんのか。キメラだからね今。俺もね、俺の頭変わったってのも今。ますよ。楽しくキメラでどっちが喋ってるのかなみたいな。羽ばたいちゃいますよ。飛んでいっちゃいますか。いやいいワールドだね。そっち出口かな。いやこれ山見ルームって書いてあるから。詳細っぽいですよ。詳細。入っちゃう。うん、入れるこれ。やばい。お、何？あ、歌ってる歌ってる、ヤマミソングじゃないこれ。うわ、ここで曲を作ってるんだ。すげえ。いや、すごい。普通にめっちゃ機材ある。すごいよ。でもこれオリジナルでしょ。配信流せるべ。オリジナルだね。それ、ごめんね、俺らこうね、気になっちゃうからね、ストリーマーみんな。大丈夫かなみんな。気になっちゃうのよ。スタミさん。はいはい、あ、突然すいません。はい、このお化けアバター作ったものなんですけど、はいはい。すごい！ありがとうございます。なんか、僕もなんか、こういうの作ってみたいなと思って動いてたりするんで、よかったら DM 送ってくださると助かります。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません、突然。いえ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 。ありがとうございました。うん、僕はそろそろこれぐらいで落ちます。はい、また明日だね。また明日ですね。お願いします。楽しみにしてます。はい、もうね、はい、もうだ今日ぐらい楽しめるのを用意してもらえてるっていう話って聞いてるから。任せてください。もう超 VR 体験できるんで。はい、じゃあまた明日。はい、お疲れ様。バイバイ。ジャンニー、さよなら。ゆきさんもありがとう。